腰へ元気よくひねっていきましょう。大きく左、大きく右、体を曲げる運動。体をリラックスして伸ばしていきます。平和でよろしい。3、4、5、6、7、8。そこにあることが当たり前だと思っていた。なんとなく過ぎていく穏やかな日々。毎日目にしている街の風景、繰り返される日常につまらないと感じられることの幸せ。人は失って初めて気づくんだ。何の変哲もない日々の大切さに。
今日は俺が勝ちをもらうぞ、ヤマトさん。特訓の成果を見せてやる。今日もイケイケだな。喧嘩でもゲームでも俺は強い。知ってんだろ。いい加減理解しろ。負けるのは常にてめえだ。おしまいか、ユーゴ君。まだ勝負はここからだぜ。試合終了。いつも通りの展開だな。ええか、俺は負けねえ。最強の俺に歯向かうのは無意味だ。わかんだろ。てめえ。お？せこい勝ち方をしやがった貴様は、神聖なメガロボファイター2を侮辱した。よって貴様には制裁を加える。ああ何言ってるダーゴ。熱くなんなよ。ただのゲームだろうが。てめえのプレイには愛がねえ。勝ち方がせこい場合、勝負は脳幹だ。どんな手を使おうと勝ったが勝ちだ。問答無用。お前に教えてやるよ、俺たちのイズムを。どら、マジか。バカは死んでくれ。一大事ヤマト。路上で喧嘩、警察に補導され反省の傾向が見られず一泊。あまりかっこいい状況とは言えないな。はい、ありがとうございます。誰だってね。僕は浅見テル。君とは程遠い優等生だよ。浅見テル。そう、テルって呼んで。死にたいのか、テル。さすがだ。ねえ、ヤマト君、ここを出たくない？はあ？警察には話を通してある。君は釈放だ。それともまだここにいたい？シャバの空気はうめえ。僕が来なきゃもう一日延長ってところだったね。恩着せがましいやつだな。で、何が望みだ？喧嘩の天才である君に
ぜひ受け負ってほしい案件がある。ほう、この俺に誰をぶっ倒してほしいんだ。やってくれるなら、君たち不良のたまり場、メガに来て。詳しいことはそこで。なんでゲーセンなんかに。今ここで言えよ。君は留置場で一泊だろ。一度帰ってシャワーでも浴びてきたら。そういやそうだな。そっか。ったく、もったいぶりやがって。失踪事件に殺人事件、おまけに学生の喧嘩まで。事件続きで警察も大バラバだよ。何か事件でもあったの？警察の人たちが忙しそうにしてるのよね。今日のランチを悩みながら歩いてたらここまで来ちゃったわ。もうベニーズにしよっと。この道場は昔から強者を輩出しておってな。かくいうわしも剣道五段の腕前なんじゃ。あのじいさん、空手道場の前で剣道の自慢しとる。子供たちに教えてやってくれんかの。なあなあ、今週号の鉄人マイン読んだ？すっげえんだぜ。先週のピンチが嘘みたいに。ちょっと僕まだ読んでないんだからバラさないでよ。
にゃーん。あいつが欲しがってる PC 高いな。バイトもう一個増やすか。赤もんはみんなに愛される商店街のマスコットだもん。本当だもん。今日もいい天気だね。洗濯物もカラッと乾きそうだよ。今月に入って2人目の失踪者が出ました。行方不明になったのはいずれも20代から30代の男性で、その時驚いてコーヒー先生にかけちゃって。それはかなりまずいじゃん。アスナだから笑って許してもらえたけどさ、アスナってそういうところはどんくさいよね。何よひどいな。もういやいや、普段から完璧すぎなんだからそれくらいが人間味あっていいよ。じゃあね、私こっちだから。うん、じゃあまた明日。あの子はどうでしょうか。違います。違う違う。あの子は、おお、彼女ならアーシェム様のイメージにぴったりかと。そう。我々の記憶に転写されているテラー氏の言語で対話も可能ですので、緊急時には対話にてご対処。わかりました。お気をつけください。戦士を抹殺する。子供の声はいいですね。聞いていると元気を分けてもらえたような、そんな気になりますよ。世の中なんだか物騒で怖いですわね。お宅は防犯対策何かされてます？主人が俺が守ってやるからって言うんですけど、なんだかそっちの方が心配なんですよね。ここの家はまた留守か。今度は違う時間帯に来てみるかな。ひまわり園は児童養護施設なんだよね。幼稚園って勘違いしてる人が多いみたい。ただいまって誰もいないか。またやっちまった。ごめんな、みな。なんか、お兄ちゃん、助けて。
ミーナは火事で死んだはずだ。殺されたわけじゃない。なんでこんなものを見るんだ。俺の頭はどうかしちまったのか。ヤマト、いる？ヤマト。清香か。お、顔色悪い。もしかしてお腹減ってる？私、ご飯買ってきたんだ。腹減ってねえよ。帰れ。あー、食った食った。お腹空いてたんじゃん。でもすごい食べっぷりだったね。せっかく買ってきたんだし、もったいねえだろうが。もういい加減子供みたいな喧嘩やめてよ。男にはな、どうにも引けねえ時ってのがあんだよ。ただの意地の張り合いでしょ。もう次は絶対やっちゃダメだからね。次？そうだ、こうしちゃいられねえ。元気になったみたいだし、私はもう行くね。ありがとな。あのさ、街を歩いてたらさ、また感じたんだ。何を？なんか違うっていう感覚、違和感っていうのかな。この街ってなんていうか偽物って感じ。偽物？うんうん、いいの。じゃあまたね。違和感、偽物。確かに俺も似たようなもんを感じているのか。そろそろ時間か。メガに来いって言ってたよな。ひまわり園は児童養護施設なんだよね。幼稚園って勘違いしてる人が多いみたい。よりによって待ち合わせがいつものゲーセンとはな。おばちゃん、ジュース。お、ヤマト、ご機嫌だね。あ、ちょっと楽しいことがありそうでな。彼がテラーシュの戦士、確実に殺す。簡単なことよ。背中からナイフを差し込むだけ。間違いじゃないよね。アーシェル様、間違いありません。サーザント、シェルターのシステムに侵入し得た情報によると、そのものは条件を満たしています。いずれは戦士になる存在、暗殺対象者です。テラーシを殺すのに迷う必要などありません。速やかに処理するのです。
イジ君、逃げて。この声どっかで。よっほほ、逃げ遅れて警察にとっ捕まった間抜けな奴がいるぞ。てめえか、話しかけんな。おやおや、誰かと思えば虫上がりの一大事大和さんじゃねえか。ああ留置場だったご、捕まってなきゃお前ら全員病院送りだったんだから。もう釈放されたのか、早かったじゃねえか。せぼけ、ほらどけ、急いでんだ。こっちもお前の相手をしてる暇はねえんだよ。なんだてめえ、ついてきたのか。こっちのセリフだこれ。二人ともその辺にしとこうよ。お出るさんよ、さっさとその手強いやつとやらのところに案内してもらおうか。はあ、お前もこっちだよ。どういうことだ、テル。最初からうさんくさいと思ったぜ。はめられたんだよ。大方俺たちがボコッと奴らの仕返しってとこだろ。ここで潰してやるよ。ビビんなよ。ビビってなんかねえぜ。やれ。来やがれ。やるじゃねえか。そっちもな。これで終わりだと思った？まだまだ来るよ。なーに。なんだ、ロボットか。第2ラウンド開始。マジかよ。だからビビんなって。あれれ、喧嘩のプロであるヤマト君がその程度？どうしちゃったのかな？俺たちの動きは読まれてる。いえ、機械やろ。前半の立ち回りを分析しやがったか。だったらこのリズムに合わせて戦うぜ。俺の趣味じゃねえけどな。攻撃のリズムが変わって読まれなくなるってことか。ああ、ついてこいよ。
しゃ、片付いたな。なかなかやるじゃん。でも やっぱ喧嘩バカのレベルってその程度だよね。程度だと。言っとく、俺の価値は俺が決める。反則的な倒し方だな。どんな手を使おうが勝ったが勝ちだ。さて次はお前だぜ。二人ともおめでとう。あ、最終テスト無事クリアだね。何？どういうことだ。ちょっと君たちの力を試させてもらったよ。偉い人たちがどうしてもってうるさくてね。なんだと。君たちに来てほしいところがある。幸せ。はあ、ナミ。目的の場所はこの先だ。こんなところに何があるんだ。いいからついてきてくれ。ゲート10。なんだこのエレベーター。こっちだ。新しいアトラクションじゃねえよな。このエレベーターでどこへ行くってんだよ。ちょっと説明が難しくてね。百聞は一見にしかず、君たち自身の目で確かめて。
でこんなもんが。ここはオブリビオンベイ、人々に忘れられし隠れ里。なんだと。おいちょっと、どういう意味だよ。なんだよ、これロボットか。説明しろ、こいつが何なのか、ここがどこなのか、なんで俺たちをこんなところに連れてきた。やめなさい。誰だ。南さん、ローグのことなら手に取るようにわかるぜ。伊達に整備を長年やっちゃいねえよ。私はこのオブリビオンベイの司令官、南彩花。君たち、これまでの平和でのんきな学園生活、楽しかった？はあ？それも今この瞬間に終わりを告げる。あなたたちには異星人と戦う戦士になってもらいます。ナリ、今なんつった？何と戦うって？いや、わからん。異星人よ。はい。あなたたちに見せたいものがある。来て。なんだよここは。ホームシアターコーナーか。ブリーフィングルームよ。これからあなたたちにここがどこなのか、なぜここに連れてこられたのか、すべてを説明するわ。今から3年前、地球は異星人によって侵略された。地球が異星人に滅ぼされるまで48時間とかからなかったわ。西暦2118年、外宇宙からの来訪者ドラクターの侵略によって人類は 99.9% の人口を失った。地球には新たなコアが設置され、異星人による環境改善が行われた。ドーナツ地球、誰がそう呼んだのか。未来を失った人類を象徴するかのように、それは宇宙に浮かんでいるのだ。これが今世界に起こっている真実よ。これが地球？嘘だろ。おいバカな。だって街はあんなに平和じゃねえか。そう、この街は平和。偽りのね。偽り？ついてきて。
会議の準備準備っと。ん？君も手伝ってくれるのか？なんだゴミか。虫かと思ってびっくりしちゃった。私虫が大の苦手なのよ。あなたまさかここに迷い込んだ一般人ですか？場合によっては記憶手術室に連れて行かねば。ここは一体なんだよ。これはここはシェルターイクシア。わずかに生き残った人々が以前と変わらない生活を送ることができる特別な施設よ。地球が侵略されたなんて俺は知らねえ。聞いたことも見たこともねえぞ。ええ、この町の住人は全員記憶を消されているの。生きる希望を失い心を病んでいく者が続出してしまったため、私たちは仕方なくこの選択をした。次の場所へ行きましょう。続けてモニター見てるとしんどいわ。ん？どうしたの？私に何か用？今度は何だ？ここは監視分析センター。戦士のリクルートを行うわ。リクルート？この町には1万3000個の監視カメラがつけられている。それによって全住人の中から反射神経、高揚性、状況判断力、パイロットに必要な資質を満たすものを選び出す。まさかそれで俺たちが？そうよ。あなたたちにはローグと呼ばれる巨大ロボットのパイロットになって戦ってもらいます。な、驚くなよ。喧嘩は好きなんだろ？正気か！できるわけねえだろ！落ち着いて、話はまだ終わりじゃないわ。こっちよ。これからお前もパイロットになるんだな。町の平和を守るため一緒に頑張ろう。改めて紹介するわ。これがメガトン級武蔵。あなたたちが乗る戦闘メカローグよ。もちろん訓練はきっちりと行います。安心して。そんなんでできるようになるわけがね。悪いが俺は降りる。おい、100歩譲ってあんたらの言っていることが本当だとして、なんで俺が戦わなきゃいけねえんだ。兵士でもねえのにそんなことをする義理はねえ。俺は帰る。
ヤマトに過去を返しましょう。武蔵を動かすには彼らの力が必要です。今ヤマトを外すわけにはいかない。いいわヤマト君、あなたにあなたの過去を返します。なんだとは。連れてきて。なんだてめえら。バカやめろ、てめえら殺すぞ。大丈夫、痛くしないから。なんだよお前。これでも腕は確かだから安心して。私はデューク藤崎。デュークって呼んで。それじゃ早速始めましょうか。グッグただいま。これはフィクションではありません。現実にニューヨークで起こっていることなのです。何？ SF 映画？そんなに面白いやつなの？謎の飛行物体によって都市が破壊されています。繰り返します、この映像は決してフィクションではありません。え、これテロとかそういうやつか？ちょっと見てくる。お兄ちゃん。だよ。これ。父さん、母さん、ミラ。目の前で。それを忘れることこそあなたが生きるために必要なことだった。だがしかし、ずっと胸に仕えていたものが取れたようだぜ。あの謎の頭痛、記憶の混乱、やっと腑に落ちた。少しヒーリングルームで休ませましょう。必要ねえ。大丈夫だ。南市、ドラクターがイクシア領空域に侵入しました。すぐにランドアイにお戻りください。俺は決めた。戦うってな。行くわよ。ああ、はい。
俺、まだ決めてませんけど。あなたも記憶戻します。結構です。イブシ隊、まもなく第一防衛ラインに到着。アンノーンとの接触まで20秒。レーダーシステムレベル40で起動。エネミー位置確認。検知パネルオープン。トラックナンバー割り振り開始。状況は？敵の数は50を超えてる。これまでで最大級の攻撃部隊だ。すでにイブシ隊は出撃させたよ。わかりました。おばちゃん、なんでここに？定食屋のおばちゃんは仮の姿。私はね、異星人との戦いにおいては管制オペレーター担当さ。天道さんはかつては軍の管制官。マジかよ。ここのクルーは街でそれぞれ別の顔を持っている。普通の人としての顔。イブシ隊が敵に接触したよ。アクション！フレアおよびランドビーコン探知。敵第一防衛ライン突破。ミサイル弾幕装置。ひるむな。死んでも俺たちの家を守るぞ。敵は三方から接近。12時、2時、11時半。山本と姫は左舷対応。ラジャー滝の宮沢は俺と共に中央から下降。ラジャー滝二機一隊はこちら。こらえきれません。ダメです。もう着きます。上からも来てる。落ち込めろ。バインドスパークボム射出。第三防衛ラインは下がって回転を固ろう。敵の防衛さらに来ます。これ以上は守りきれません。なんて数だ。こいつらか。こいつらが俺の。さすがの銀ちゃんでもこの数じゃ分が悪いね。どうする？武蔵を出しましょう。武蔵？仕方ない。二人には記憶転写でローグの操縦法を学んでもらうわ。お？総員、武蔵出撃準備。攻撃部隊がこのシェルターに攻撃を仕掛けたようです。この町を破壊するというのですか？いいえ、我々の目的は破壊ではありません。時間がありません。出撃を急いでください。ひよっこのあんたを出撃させるとは、南さんも思い切ったことをするよ。安心しな。こういう時こそ私たちオペレーターの腕の見せ所だからね。記憶転写、少し強引な方法だけど、この状況を打開するのに手段を選んでいられないわ。このままじゃ第二防衛ラインも持たない。ダイバー級ローグだけではやはり厳しいか。いきなりの出撃で不安かもしれないけど、今は南司令の言葉を信じてみてください。
なんか頭がクラクラくるな。無理もない。短時間で過去の記憶を引き戻され、さらに記憶転写で操縦法という新たな記憶を植え付けられたわけだからな。くそ、緊張してくるぜ。なんだこいつ。こいつはトンキ、リュークが作った AI アニマルだ。戦闘に役立つ機能がついていると聞いているが。どんな機能だ。さあ、知らん。ヤマト、リュウゴ、自分のパイロットポッドは分かるな。ああ。武蔵、よろしくね。あのやんちゃな3人も覚悟の決め時かしら。坊やたちが一線級のパイロットと肩を並べて出撃とは世も末だね。メガトン級機体は人の極限の感覚を要求する。むしろ若者たちの中にこそその条件を満たす者がいる可能性が高い。彼らは差し詰め眠れる獅子ってところかしら。お前、仕方ねえな。おとなしくしててくれよ。パイロット認証、一大事ヤマト、システムロック解除。なんとなくだが、やることがわかるな。もともと機械は苦手な方なんだけどな。格闘ゲーム感覚で戦えるんなら大歓迎なんだが。記憶転写学習法は一瞬で知識を得られる代わりに忘れるのも早い。しっかり実践で焼き付けるんだ。武蔵は地球の技術を結集して作られた最強にして最新鋭の機体。最強の機体が、最強の俺にぴったりじゃねえか。無駄口はいい、説明を聞きなさい。へいへい。武蔵の操縦は3人で分担して行うんだ。俺一人でも十分だって。今のあなたたちでは一人で全システムのコントロールは不可能よ。はあ。ヤマト君のコックピット1は全体の動きと攻撃システムのコントロールを行うわ。あえよ。リュウゴ君のコックピット2は防御システムとパワーマネジメント。要は身の守りと力配分ってことだな。理解したぜ。テル君のコックピット3はレーダーシステムと戦術コンピューターの担当ですよね。ええ、その通りよ。お任せください、ミナミさん。武器装タイプ確認、オールクリア。ロードバランサー、パラメータサイナス。メガトンストラテジーシステム連動、出撃ゲートオープン。
こうぜ。ここから地球人の反撃だぜ。移動システム起動、戦闘システム起動、メインフレームモード、スキャニング。パワーチャージャー異常なし。上昇値50、60、70、まもなくチャージ完了。戦術コンピューター、戦場位置確認、地形マッピング形成、付近に敵影なし。坊やたち、駆動システムのチェックとして武蔵を歩かせてみるんだよ。やってみるぜ武蔵。お散歩するぜ。特権武蔵。うまくいってる。なんだかんだ言ってやれるじゃねえか。いい感じだ。だろ？よし。んだば、戦場に行くとしようぜ。待ちな、ヤマト。このまま移動したら武蔵の速度じゃ20分はかかっちまう。のんきにやってると味方は全滅だよ。一旦武蔵を分解して戦場まで運ぶよ。バカか、おばちゃん。こっちとら乗ってんだ。分解なんかできるわけが。できるさ。武蔵の体は3つに分解してキャリアで運べるようになっている。マジか。キャリア、オートパイロットモードで発進。システム起動、スカイビルド、誘導ダイアグラム同調、規定高度に到達。んじゃあそろそろ始めるよ。スカイビルド開始。ドッキングライン誤差調整。ヘッドユニット回転。コンペアロック解除。機体アジャスト。ビルド面解放。1番キャリアリリース。機体アジャスト第2段階。レフトアームライトアーム同調。アームコントローラー接続。2番キャリアリリース。レッグボーン回転軸合わせ。3番キャリアリリース。メイン動力バルブ接続。エルブレイド、アールブレイドライン接続。超高スタキオンエンジン起動。スカイビルド完了。ヤマト、ワッツが接近している。で攻撃されるのはまずい。なんとかする。おい、なんとかって。対角に誘導する。1歩勢30、28、75。ビーム
反応増大、来るぞ今だ。どうよ、ワスプに気象室乗り切ったよ。まずいわ、地表まで機体の転換が間に合わない。ざっとこらこちら武蔵、一大事ヤマト、イブシ隊長、大丈夫ですか？お前が武蔵のパイロットだと？部隊を退却させてください。あとは俺たちでやります。何を言っている、一気であれだけの敵を相手にするというのか？武蔵ならやれるの？おいおい、正気か。頼む、しょせんか。これかよ、これは無理ゲーだろう。確かに普通なら絶望的な状況だね。やるぞ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、みんな、やられたらやり返す、常識だぜ。敵へ高速で接近中。早速おいでなすったぜ。フォトンリボルバー展開。ロック解除、リボルバー出すよ。行くぞ武蔵。やったぜ。初めてにしてはいいんじゃない？ちょうどいいぜ。どんなもんや。周囲に注意して、まだ敵の反応がある。ぶっ潰してやる。ガドンパンチを使うぜ。待って、ヤマト君、勝手な行動は許可できない。現場判断でやらせてもらう。ダメよ、あなたたちはこちらの判断に従って。武蔵を動かす中枢はこちらなの。美波さん、ここは一つヤマトに任せちゃどうだい。私たちはあの子たちの隠された才能にかけたんじゃなかったのかい？わかりました。エグゼキュート、メガトンパンチ。メガトンパンチ、シーケンス開始。ヘビーアーム、メガトロンチャージャー始動。ハイパーメタルサック展開。エネルギー充填開始。タキオンフィーダーオン。エクスプロージョンコア点火。ライトアーム、ジェット噴射。メガトンパンチ、レディトンパチ撃つぞ。ターゲットインクルーダー広域照準。ブースター解放。ボルテクスチャージャー接続。メガトンパンチ。相変わらずゴリ押しだな、ヤマト。どんな手を使おうが、勝ったが勝ちだ。あの子たちやるじゃないか。武蔵の性能ですよ。あら、手厳しいこと。こいつがメガトンの力か。おっしゃ、俺たちも負けてはいられん。分散した敵を確固撃破だ。
合体したのか。合体じゃない、ユニット再構成融合だ。あいつらの科学力は地球の数十年、数百年先を行っている。ヤマト、リュウゴ、融合型を叩くぞ。しゃあ、インディッシュに行くぜ。ダブルブレイドを使え。ヤマト、ダブルブレイドは近距離武器、あの融合型に接近して攻撃するつもりか。ここは遠距離で狙うべきだ。勝手に決めんなよ。戦いはフィーリングなんだよ。何？ヤマト、こいつを完全粉砕するには動力コアを誘爆させる必要がある。1マイナス804エグゼキュートエクスプレイぶったげる。やったよ。勝利、めでたいじゃないか。あの子たちやるじゃない。これで奴らも分かったはずよ、地球人がまだ終わってないことを。女王様、ご報告ですが、我が軍がテラー州に初の敗北を喫しました。ほう、生き延びるためにあがく、微笑ましいではないか。シェルターごと破壊するという手もありますが。いや、今は進化の秘宝の発見を急ぐ。適度に首を絞めておけばよい。あ、恐れながら女王様、なぜあのシェルターにアーシェム様を。あやつは血を知らぬ。未だにテラー氏との共存などというザレ言を。血を見せることでアーシェム様の牙を引き出すおつもりか。運命の糸に導かれるように彼らは出会い交わり合っていきました。もしこんな悲劇がなかったら、争い合うこともなかった者たち。もしこんな悲劇がなかったら、犯すことのなかった罪。彼らは生きることの意味を探して目の前の道を進んでいくしかありませんでした。必死に、懸命に、そこにあるたった一つの道を。その出会いが人類の未来を左右することになろうとは、彼らはまだ知る由もありませんでした。おばちゃん、やっぱここの天丼は最高だわ。ありがとよ。天丼二つに親子丼、注文はこれで全部ですね。今日は昨日の勝利のお祝いだ、おごりだ、じゃんじゃん食べな。どうは。いただきます。うわ、うめえ、こ
んなうめえ天丼食ったことねえぜ。龍吾てめえ、米粒がこっち飛んでんぞ、汚ねえな。ヤマト、わかんねえのかこのうまさ。まさか下まで鈍感だったとはな。うるせえ、こちとら食い慣れてんだ。いちいちガキみてえな反応しねえんだ。うまいものにはうまいと舌鼓を打つ、それが男のイズムってもんだ。バカは食う時もバカだったか。なだこら、てめえ表に出るろ。やんのか、上等だタコ。こうして町は秘密を抱えたまま穏やかな時を刻んでいくのです。あ、リュウク、あのおっさんか。なんだ、今から来いってか。何の用だよ、めんどくせえな。この赤城町には謎の凄腕ゲーマーがいるんだ。店の筐体のランキング1位は全部そいつさ。ついつい本気を出しちまったぜ。さーて、次はどのマシンで遊んでやるかなっと。うわ、またハイスコア更新されてんぞ。誰なんだこのオーサーナインって。待ってたわよ。何の用だよ。釣れないわね。私はこれでもローグ開発のリーダーだ。まあいいわ、今日はいいことを教えてあげる。あなたたちのローグは自由にパーツを換装してパワーアップできるのよ。パーツを換装？なんだそれ。簡単に言えばローグをカスタマイズできるってこと。性能や見た目を自分好みにカスタムすればテンションも上がるでしょ。ローグのパーツは赤城町商店街の古着屋で扱ってる。パイロットさん向けの裏の商売ってわけ。実際のカスタマイズはローグハンガーでやることなんだけどね。は？なんで古着屋で？パイロットさんたちだってずっとローグハンガーに入り浸っているわけにもいかないでしょ。普段生活する街の中でもそういったバトカツができるようになってる。どう？素敵でしょ？ま、あなたにはあれこれ言うより実践の方が良さそうね。まずはローグのカスタマイズに挑戦してみなさい。そこの整備員が教えてくれるわよ。よう、ローグのカスタマイズなら
俺に任せな。Thank you.
おい、そっちの話は終わったか。あら、イブシ隊長。いい戦いだったじゃないか、初心者にしてはな。初心者？俺は別に戦いのプロになるつもりはねえ。ただ目の前のあいつらをぶっ潰す、それだけだ。戦いはそう甘いもんじゃないぞ。奴らに復讐したければ戦いを学べ。知ったことかよ。おっと、本題を忘れるところだった。ミッションカウンターで天道さんがお呼びだ。おばちゃんが？今日はやけに呼び出される日だな。来たね、ヤマト。おばちゃん、用って何？ここはミッションカウンターといって、出撃要請が管理されてるんだ。襲撃を受けたエリアへの出撃要請や、ローグを必要とする案件が集まってくるのさ。あんたも、メガトン級のパイロットになったからには、こういった任務を引き受けてもらわなきゃね。おお。こういう任務もあるってわけか。サンキュー、おばちゃん。世話になるぜ。こちらはミッションカウンターです。パイロットへの出撃要請を管理しています。異星人どもをボコボコにしてやるぜ。最初はビビってたくせに、今日はノリノリじゃねえか、龍王。ビビってたってしょうがねえ。俺も戦うって腹決めたぜ。そう来なくちゃな。武器装タイプ確認、オールクリア。ロードバランサー、パラメータ、サイナス。メガトンストラテジーシステム連動、出撃ゲート、オープン。一大事、ヤマト、出撃する。
の反応が多数確認されているの。作業中のダイバー級ローブが攻撃される事例も続いているの。あなたたちに頼みたいのは一体の敵の撃破。了解。綺麗に掃除してやるよ。完了ってな。すりつぶしてやるよ。どんなやつが相手でも関係ねえ。完了ってな。
倒してやビビってきたか？
せっかく楽しくなってきたのによ。信じてる奴が勝つ。どうだ、片付けてやったぜ。お疲れ様。これでこの周辺での活動を再開できるわ。任務は無事に終了だね。早く帰っておいで。お帰りヤマト。ご苦労さん。出撃できる任務はここのクルーが管理してるからね。じゃんじゃん引き受けておくれ。頼んだよ。ヤマト君、ちょっといいかしら。あなたに頼みたいことがあるの。またかよ。で、どこの敵をぶっ倒せばいいんだ。出撃じゃないわ。頼みたいのは聖国学園の調査よ。うちの学校の？詳しいことは言えないけれど、学園内で怪しい人物を見かけたり、いつもと違うことがあったら私まで報告して。待てよ、なんで俺が。パイロットになったからには司令官の命令に従ってもらいます。従えないというのなら、あなたをパイロットとして認めることはできないわ。くそ、分かったよ。やればいいんだろ。部外者が校内に入れば怪しまれるけど、生徒なら問題ないでしょ。テル君たちにも頼んであるわ。明日から調査を頼むわよ。パイロットは何でもやかよ。それとあと一つ、商店街の森下電機は知ってるわね。店長の話を聞いてきて。ローグのパイロットなら大いに役に立つはずよ。はぁ、仕方ね。それであいつらを倒せるならな。
いらっしゃい。君が新入りパイロットだね。南司令から話は聞いてるよ。町の電気屋さんは表の顔でね、裏ではローグのパーツの研究開発をしてるんだ。ここでもパイロット向けの裏商売ってやつか。ああ、ここでパーツの性能を向上させ、ローグのパワーアップも可能というわけだ。君にレクチャーするように言われていてね、早速始めよう。やあ、どうも。新しいパーツの開発かい？存分に探求していってくれ。命を預けるローグのパーツだ。自分でいじってこそ一人前のパイロットってもんだ。それじゃ、いつでもおいでよ。Thank you.